本日2022年6月30日はあるものが見納めといいますか、その歴史に幕を下ろすということでお別れを言いにやってきました。ここは札幌駅前通りです。私は鉄道マニアですからね、チャンネルの視聴者の方なら、おや今日は何かのラストランなんてあったかななんて思うかもしれませんが、実はそうではありません。とはいえ鉄道に全く関係ないということもありませんで、いよいよ開業まで10年を切りました北海道新幹線絡みの話であります。あちらにでっかい写真とともに、札幌から全道につながる北海道新幹線札幌早期開業と書いてございますが、これ全道につなげるんですかね。まあ、一応基本計画では旭川まである気がしますけど、全部、まあ、そうですか。いや、できたらいいんですけどね。宗谷新幹線も作ってくれたらいいんですが、まあそれは置いておくにしても、札幌市内でも土木工事が本格的に始まっております。その関係もありまして、札幌駅周辺の商業施設も閉店や移設を余儀なくされている、そんな状況でございます。そごう時代から親しまれた札幌エスタや札幌地下街のパセオも間もなくお別れということになります。様々影響を受ける商業施設がある中で、最も先に営業終了してしまうのが本日をもって閉鎖となります札駅ブリッジでございます。こちらは本日25時、つまり7月1日の午前1時以降は施設に立ち入ることができなくなるそうです。札駅ブリッジにはかなりお世話になりまして、私自身も大変思い出がありますし、視聴者の皆さんもそれぞれ思い出があるのではないでしょうか。ダイソーなんてよく行きましたしね。照明写真を撮るのはいつもここのカメラの北村でした。サンマルクカフェで友達とお茶茶もしました。そういえば就職で札幌に戻ってきて新入社員歓迎会をしてもらったのも、まあ今ではないですけれども、ここのヤハネホゲトでしたね。雨の日も雪の日も札駅ブリッジとウエスト6の通路を通ることで、滑って転ぶ心配もなく快適に歩行することもできました。札駅ブリッジはもはや私の人生の一部と言えるかもしれません。そんなお店が閉店してしまうのは大変名残惜しいものです。私も人生40年目ですが、最近思い出の場所が再開発などで次々となくなっておりまして、大人たちが昔を懐かしむ気持ちがわかる、そういう大人になりつつある気がします。札駅ブリッジがある場所は実は鉄道と大変縁が深い場所でございます。そりゃ鉄道高架下にあるんだしといえばそれはそうなのですが、皆さんご存知の通り、札幌駅は1988年の高架化以前は地上にありまして、線路も地上にあったわけです。遡ること140年前、明治13年に線路がこの地に引かれた頃はそれでめでたしめでたしだったわけですが、だんだんと札幌の街が発展してくると、線路が街を南北に分断することで交通の妨げとなっていきました。1927年には市電鉄北線が北18条から函館線の北側まで開業しましたが、南に行く人は歩道橋を渡って乗り換える必要がありました。そんな状況もありまして、1932年には車と電車も渡れるような跨線橋が設置されました。国鉄の線路を市電が越えていくんだから大したもんですよね。ここは札幌の親知らずなんて呼ばれたそうですが、親知らずってわかりますかね。本家の親知らずは新潟にある断崖でして、北陸道の難所なんですけど、ここまで言わしめた西5丁目分断問題も見事解決したわけです。当時はあまり高い建物もなかったんだと思いますが、橋の上からは西の山々も見えたそうで、平坦な地形にある唯一の坂として岡橋と呼ばれて親しまれたそうです。1967年には道路と電車の線路が分離されて、札幌市電唯一の専用軌道になりました。ところがどっこい、皆さんご存知、1972年の札幌オリンピックに合わせた地下鉄南北線の開業に伴い、市電は役目を終え、電車の橋は撤去されてしまいます。そして札幌駅高架化に合わせて岡橋は解体されて、道路は平坦に戻されて今に至るというわけです。札幌駅高架化後は1995年からヨドバシカメラ札幌店が入っていました。この後はベスト電機が入っていたそうですが、それも撤退。2011年についに札駅ブリッジが開業するに至りました。札駅ブリッジがどうしてこういう名前になったのか、由来を調べたんですが全然わかりませんでした。完全に妄想ですけど、ブリッジが意味するのがかつてこの地にあった岡橋のことを指しているんだとしたら、すごく素敵ですよね。まあ単に高架橋の下からブリッジでいいんじゃねって決まったのかもしれないんですけどね、まあ、それを知る由はもう今となってはないんですけれども、まあ、そんな札幌市民の思い出の地である札駅ブリッジもいよいよ閉店の時間が近づいてきました。現在は午前1時55分です。あとはね、まあ、この辺にいる皆さんと一緒に最後を見届けようと思うんですけど、誰かいるかな。こちらが札駅ブリッジでございます。あ、でもなんかちらほら人
いるような気がするけど、あれは最後の別れを惜しんできた市民なんでしょうかね、ちょっと分かんないですけど。あと3分ぐらいで閉店なんですけどね。こんな街中で1時過ぎまでうろうろしてるのは終電乗り損ねた人ぐらいなのかな。閉店しちゃいましたね。なんかすごく寂しいですね。まあ、意外と最後見届ける人そんなに多くなかったですけど、それでも何人かいましたね。あの建物の前にはね、なんか和光度たちがちらほらいましたけど、あの交差点挟んだ側にもね、まあ、一応僕の他にももう一人ぐらいいて、で通りがかりに写真撮っていく人とかもいて、まあまあ中心部にある割にはまあ見送られた方じゃないかと思いますけどね、こんな深夜にね。こうして一区切りがついたわけですけれども、まあ裏を返せば始まりでもあります。函館線、札幌市電に続いて北海道新幹線がこの地の歴史に名を刻もうとしています。懐かしさに後ろ髪引かれつつも、札幌の未来を楽しみにしながら生きていこうと思います。そして後悔なきように今の札幌を楽しみ尽くしていこうと思います。にしてもね、ここに新幹線通るんですよね。なんか在来線の一番線を潰すっていう話なんで、まあ、線路1本分ぐらい手前にはみ出る感じなんですかね。まあ、ちょっと隙間あるような気がしますね。いやまあでもすごいよね。なんかここを東京行きって書いた H5 系がさ、シュン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 とか言って通っていくんでしょう。いやね、晩飯ラッキーピエロにするかとか言って、なんかピョッと函館とか行けるようになったりするんですかね。あもう今からうずうずして仕方ないですけどね。皆さんもぜひ10年後の札幌に思い馳せながら日々の勉強やお仕事頑張ってください。いや、何の話だ。まあとりあえずですね、テクテク鉄道ではちょっとマニアックな鉄道豆知識や役に立つ旅行情報を取り上げています。鉄道好き、旅行好きの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。